南信介から1972年は、日本最初の旅行会社の創業者。日本の団体旅行、企画旅行の草明け。滋賀県久留本郡草津町生まれ。東海道本線付設の際、路線と草津駅建設の用地を無償提供するなど、尽力した父が1889年、草津駅構内でただ一人国鉄、立ち売り営業権を与えられていたため、 ウバが餅や弁当の販売を家業としていた。その傍らそれに飽き足らず何か汽車を使って新しいことができないかと日々考え続けていた。南はある時400人以上であれば汽車賃が半額になるということを知り、1905年旅行圧線業の日本旅行会を創業し、高野山参拝、伊勢神宮参拝を企画し実行した。この時点をもって、 日本初の企画旅行と旅行業の発祥といえる。大津や草津の近村で触れ回り、約900人余りが集まり成功を収める。1908年には、日本初の国鉄貸し切り臨時列車を仕立て、関東海遊団を組み東京、日光、善光寺を回る団体旅行を実施した。 現在の日本旅行草札支店の場所が創業の地であり、南洋圏が経営するビルのテナントとして入居している。南信介の末裔が経営する企業として、株式会社南洋圏、南グループがある。ありがとうございます。